両親、祖父母が芸術関係っていうかそういう感じだったんですよ、うん、戦後も超えて若い頃に絵描きになりたくて知り合ったような感じの人たちで、すごい小さな子供に絵を教えるっていうのをなんか開拓した人なんですって、ずっとその戦後に。でそれで人気になったので、私が知ってる限りでも東京に住んでたんですけど、東京の保育園にこう通ってそう契約されてて、子供に絵を教えるっていうことをやってたんですよ。私もだからちょっと休みの日なんかは一緒にくっついて他の保育園に行ったりしてたんですけども、そしてで反対にうちの母親はやっぱり美大だった。それでそうなんですね、うん、で母親の方は東京都の小学校の絵の先生になったので。そうなんです。だから画材とかは家にいっぱいありました。芸術家っていう言葉は若い頃は職業に就く言葉だって思ってたんですよ。だから芸術を作って生活を立てる人が芸術家っていう私は意識が強かったんですけれど、最近になったら芸術家のその言葉自体の概念が変わってきて、そういう芸術を信じる人ではないとそのありがたみとか素晴らしさっていうのが見出ないと思うんですけれども、ですから作る人プラスそれを見て感動する人も全体含めてその芸術に感動する人たちを芸術家って呼べるんじゃないかなっていう方に移ってきたので。そうなんです。だから芸術家っていうことは職業っていうことからちょっと人間の種類っていうんですか、そういう方に移ってきたのでね、そっちの方を目指してより良い芸術家になりたいなと今は思っており、この感動する経験っていうのが私たちの生きてる印であって、いっぱいその数が多ければ多いほどね豊かな人生じゃないかななんても思ってるんですけれど、そういう意味で作る中でも作ってる中で自分自身で感動したり、はい、それが人に見ていただけたらね、もう本当にありがたいっていうか人のためにもなりたいとも思ってますし、いいんですけれどもね、それは自由にはほらいかないので、そうなればいいと思って作品は作ってるんですけれども、それだけじゃなくても自分本位で感動しながら生きていけたらいいなと思ってます。今はねパンデミックでなかなかできないんですけれども、ちょっとその活動の一つとして日本の方々にそのマドリッドのプラド美術館とかご案内とかそういう仕事もねして、もう美術館も毎日のように行く生活を結構してたんですよ。そうすると美術館って毎日って飽きるかなとは思いつつ、その反対でその新しい発見っていうのがあるんですか、作品とのそのなんていうのか対話っていうのが新しい経験が生まれて、やっぱりその一番大切なことは名画って生まれるものっていうのはやっぱり時を超えてね人とコミュニケーションするそのものだと思うんですよ。コミュニケーション材料で芸術家作品が重要なのかな、それともそのコミュニケーションできるその観客の人がコミュニケーションできるだけのその芸術概念を持ってて、そこで素晴らしい芸術がやっぱり感動っていうものが芸術の根本なのかなと思うんですけども、その皆さんが見てはすごいわと思ってるところはもう国も言葉も時を超えて感動してるわけですから、そのほらベラスケスとか見るんですけども、ベラスケスがすごいのか、それともそのベラスケスが残したもので感動するっていうことは、その観客の方のその観念っていうのと結びついたってことで、コミュニケーション
じゃないかなと思い出して、そうで、その芸術作品で感動すると同時に、他のものでも全然違う、誰が作ったかもわからないものにも感動できるじゃないですか。だからそういう芸術家っていうのは、私たちが作ったそのほら素晴らしい人っていうのもあるんですけど、もっと昔に行くとほら縄文土器なんか誰が作ったかわからないのに感動したりするので、その人間っていうものが持っている素晴らしいものを発揮できた人が素晴らしくって、なんて言うんでしょうね、その、コミュニケーション能力を芸術って呼んだらいいのかな。そう、生きているって、生きているって言うんですか、時を超えて、場所も超えて、あ、お話ができたっていう、なんかあるんじゃないかなって、それが役目だとも思うんです。若い頃はやっぱり、知識を得るとか論理を立てるっていうよりは、直感的なもので仕事をしていたところがあって、ああいう不思議な形っていうのも、見えるっていうとおかしいとは思うんですけれども、自分がこう風景を組み立てる時に、あたかも存在するような、そんな形だったんですよ。西洋全部は知らないですけど、スペインに来るとすごい知識が豊かな人が多いんですよ。で、論理的なんですね。だからこっちの人の理解っていうのは、論理的な理解が第一っていうんですか、その他の理解する人も、もちろんね、やってくることはやってくるんですけども、その重視っていうのが、まずはその論理的な理解っていうのを重視することっていう感じでね、うん、それがちょっとその 2つの違った世界みたいな感じで、私はやっぱり日本の方が強くて、説明しろって言われても、そんな説明しろって言われてもね、言葉にはなりませんよっていう、そういう感じがだったんですけれども、最近はそのいろいろ考えたりするのも楽しいって言いますかね、面白くなってきたなとも思います。ほら、飛行機にも乗れなくなっちゃったし、動くこともできないので、すごい生活は変わったのは、うん、あれですね。それで、そうですね、このパンデミックで私がやったことっていうのは、いっぱい本を読みました。今までほら時間がなくて、めんどくさいなって、こんな本はほら15分ずつ読んでても全然わかんなくなっちゃうしと思ってた本を読めたので、すごい良かったなとも思ってます。さらに今言った、ちょっと私が今感じてることは、その私は日本人でもあって、日本で育ってきたこともあるんですけれども、今はその日本をもう一度外から見えるようになったようなところがあってね、まあすごく素晴らしいわと思うところも多々あるんですけども、そういう意味で新鮮な驚き、自分の母国に対する、自分自身にもそうなんだと思うんですけれども、そんな新鮮な驚き みたいなものを感じているのが近日なんですけれどもね、そういうものをお伝えしたいなって。 2つの世界ってそんなに分かれてるわけじゃないんですけれども、その昔の人がなぜあんなにびっくりしたかっていうのを、自分もほら見てびっくりしてるので、それをちょっと感じていただけたらいいかなとも思うんですよね。